トック。ベラルーシ、リトアニアと接していて、国内では、ルブリン県、マゾフシェ県、バルミア・マズールイ県と接している。県域には、ポドラッシェ定地が広がっている。語源は、レフジンの近くの土地で、中世ポーランド王国のリトアニアとの国境地帯で、あったためである。しかし、この一帯に、広大な森があるため、森の近くが語源であると間違って解釈されることも、ある。 県東部には世界遺産に登録されているビャオビエジャス森林保護区が隣国ベラルーシにもまたがった広がっている。広大な森林は原初の姿をそのままに残しており、ヨーロッパバイソンをはじめとする数多くの動物が生息している。この町を中心とした広大な地域に整備されているアウグストフーン川、ビスワ川とニエメン川を連結するために19世紀に ポーランド立憲王国が、プロイセン王国に対抗する国策として整備した。景観が美しく、文化的価値も高いため、現在この運河は、ユネスコ世界遺産の暫定リストに登録されている。アウグストゥフ運河には遊覧船が運航している。市の公式サイトあり、ポドラシェ県の県とで、県内最大の都市、エスペラント語の創始者ルドビコザメンボフの出身地、 ポドラッシェ地方のベルサイユと呼ばれる豪壮な、ブラニツキ家の宮殿、ルボミルスキ家の宮殿、ハスバッハ家の宮殿といった、宮殿軍、ビャウィストク大聖堂、ゼスプー・バザリーキー・アーキクテドラルナホ・ホニエボジ社。NMP をはじめとしたカトリック教会、ビャウィストク精神教会やマグダラノ・マリア教会などの、東方聖教会、ピャスキチクシナゴーグなどのユダヤ教会といった名所がある。 市の公式サイトあり、ラムサール条約で登録された、ビエブジャナレフ大湿地帯がある。古代から人と自然の調和の取れた暮らしが営まれ、様々な水鳥の大繁殖地となっている。2007年、NHK の番組、世界里山気候で紹介された、ビエブジャ国立公園公式サイトあり、ポドラッシェ県からベラルーシに広がるヨーロッパ最大の、 原生林でヨーロッパに残された最後の原生林と呼ばれユネスコ世界遺産に登録されている。野生のヨーロッパバイソンの世界唯一の生息地。この森の大きな多くの木のいくつかには愛称が付けられている。この森のすぐそばにあるハイヌフカはポーランドでも最も東方性教会が盛んな町の一つ。ハイヌフカの公式サイトあり。 中世からポーランドに住み着いたイスラム教徒のリプカ、タタール人も住んでおり、彼らの文化、宗教を守っている。ありがとうございます。